ナちゃんと行く世界制覇第12回始まるよ。序盤の立ち上がりも神引き優秀な将軍とティムールの崩壊具合でうまく立ち上がって、中盤もインドはほぼ制して、中国も前回の順前々回の代理越後に一撃を与えていて、派遣は目前です。しばらくは塗り絵の見どころがない戦争ばかりに見るので、ガッとお対応して終盤へ向かいましょう。やはりゲームタイトル通り強いのは欧州勢ボスなんですからね。1572年11月22日、唐に宣戦布告。宗教改革の時代、一つ目の時代ボーナス、宗教戦争を取得。食を全部併合で講和。1574年12月12日、今柳丸と停戦が切れたので停戦布告。列強に買い上げされないように海岸線の確保は最優先や、たまにデザヤナダルに混じってスペインとか関係ある時あるからな。デザヤナダルと旧黒火一括上で講和。マハルワーと7プロビ活動で講和。1575年9月9日、前から秦が独立していたので宣戦布告。秦と戦争中に燕が独立したので宣戦布告。
量体のアルサンプルブと東海女神との同盟破棄508ダカットで講和や。
全国にティモールがいるので、できれば属国化したいですね。属国化と火山に所有している中核州の放棄で講和。ワールワード旧プロビ活動で講和。54だかと返済、属国の借金を返済できるなんて裕福になったものやで。次回もまた見てね。バイバイ。